こんにちは、くまみきです。今日は11月のお気に入りトップ5をやっていきたいと思います。第5位はこちら。ちょっとね、読み方忘れちゃったんですけど、なんて読むんだっけ。パパ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 、おちょっと分かんないけど、これオーストラリアのね購入品で紹介したんですけど、これを最近夜ずっと寝るときにつけてたんですよ。だいたいスキンケア終わって最後一番寝る前につけるんですけど、そしたら結構ね朝まで唇の乾燥が防ぐことができて、しかもこれなんか大きいからねガンガン使えるのがいいなと思って、すっごくお気に入りです。で、匂いとかもそんなにしなくって、寝てる時も気にならないのがいいなって思いました。もうどんどんガンガンたくさんつけて、本当に乾燥がひどいんで、これで今頑張って使ってます。オーストラリアの他にどこで売ってるんだろう、ちょっとわかんないんですけど、見たらぜひ使ってみてください。第4位はこちら、ミルクシーフードヌードルです。もうこれ大好きなの。昔出てて、その時もすっごい食べて、で一時期ってか何年かなかったですよね。でもう本当に毎年ね、ないなないなって思ってたんだけど、今年また復活してて、なんで復活したんだろう、10周年のアニバーサリーだからかな、わかんないけど、もう本当に嬉しくって、でもうすごいたくさん食べてます。あんまりね食べ過ぎ良くないと思いつつも、本当にこれは美味しくてしょっちゅう食べてます。しかも今回はチーズ感がプラスされてて、さらに濃厚な味わいになってます。もうね大好き。もうね今日のお昼もこれ食べました大好きです。ぜひ食べてみてください。そして第3位はこちら、フローシーザまつげ美容液です。私ねこういうのすごい前から探してて、前まで使ってた美容液はこうマスカラみたいに塗ったりとかチップで塗ったりとかしなきゃいけなくって、で私いつも結局ねそれをやった後に指でこうやってやってたんですよ。こうまんべんなく塗れるようにやってて、でそれだったらもう最初から指でよくないって思ってたら、これはもう最初から指で塗るやつになってます。これね指にちょこっと出して、ちょっと透明だから見づらいと思うんだけど、これね今メイクしてるから上からはやんないんですけど、このまままつげの上とそのままアイクリーム的な感じで目の周りにも塗ってあげることができるものになってます。すごい楽ですよね。でしかもこれね面白いのが、すごいペタってなってるでしょ。一回こう出したら、なんだろう、逆流しないようになってるっぽくって、空気が中に入ってないんですよねきっと。すごいなんかもうピチって使い切れそうだなって思って、最後まで使い切るのがすごく楽しみです。そして第2位はスカズキュートです。このね頭蓋骨のヘッドスパマッサージをしてもらってて、こう何矯正ですね、小顔矯正的なものとヘッドスパを最近通ってて、これがねなんか最初行った時は結構こう頭触られるから緊張してたんだけど、何回か通ってるうちにもう行くたびにすっごいねこうすごいツボとかをしてくれてて、痛いはずなのにめっちゃ爆睡しちゃうんですよね。でそこね可愛いね犬もいてね、ちょっと浮気してる気分になるんですけど、もじゃとのねそうなんだけど、その犬にも癒されながら頭すっごいこうマッサージしてくれて、なんかだいたいねここが痛いと、あ今日も私お腹の調子悪いんだなっていうのが最近分かってきたんですけど、そうそういうのがね本当に押すだけで分かる。あとねなんか特に YouTuber さんとか目とかめっちゃ使うから、こう疲れてると思うんですよ頭とかで。私最初の頃頭皮が硬いってめっちゃ言われてたんだけど、最近はなんかね和らいできて、あと小顔矯正もしてもらうんですけど、そうなんか頭でかいのが悩みだからさちょっと興味本位でね行ってみ始めたんだけど、そしたらこの前ファッションショーがあってね、バルーンアートのドレスを着させてもらったんだけど、その時のヘアメイクさんが私の顔を触って、なんかちゃんと上がってますねって言ってもらえたのが最近すごく嬉しかったことです。なんかこの辺ね本当だったらこうちょっと下がり気味なんですけど、こうグイグイ上げてもらってるんで、ちょっと最近上がってきたかなと思ってちょっと嬉しいですちょっとというかかなり嬉しくて、もう本当に今本気がよいをしています。そして第1位はこちら、ロッキーホラーショーです。私の大好きなロッキーホラー、あの本当に私の動画を隅々まで見てくれてる人だったら知ってるはず、ロッキーホラーショー。だって私が初めてメイク動画を出したのはこのロッキーホラーに出てくるコロンビアっていうキャラクター役のメイ
ックなんですよね。なんか最初からすごいコスプレ的なのをメイク動画でやるっていうね、何やってんだって感じですけど、そんだけね大好きなの、昔から大好きなの。そう、 YouTube 始めたばっかの時もね、このショー見に行ってその動画を出してるんで、かなり思い出深いんですけど、そのグッズ買ってきました。そう、グッズ買ってきましたっていうか、あれなの、今もまた新しく公演してて、古田新太さんとか、あと小池徹平さんとか、ソニンちゃんとか出てて、もう初日に行ってきたんだけど、めちゃくちゃ楽しくってね、私千秋楽も行こうと思ってるんだけどグッズ買いました。こちら T シャツです。ちょっと寒いから今日着てないけど、 T シャツはまた最終日に着ていこうと思います。そしてこれポーチの中になんかね、このショーがすごい参加型で、お客さんも一緒に踊ったりとか、なんか歓声出したりとか、あと小物で一緒に遊ぶんですけど遊ぶって言うんだけど、こういう新聞が入ってたりとか、ペンライトが入ってたり、あとこのピロ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 ピピーってやつ、ピロピロ笛これが入ってるセット、あとこれも買いました。この今の3つはこのポーチの中に入ってるセットなんですけど、あとはね、私これ光線銃買いましたこれを会場で買って、で一緒にこの舞台を見ながら、もう舞台の役者さんもやるし、お客さんもこれを打つっていうところがあって、本当に参加型で楽しくって大好きなんですよ誰かコメントでこれ好きな人いたらもう言って、私大好きなの。そう、だからちょっと最近はもうこのために生きてるって感じです。はい、以上が11月のお気に入りトップ5でした。この動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。